クロードロランが沼の死を悼むエゲリアエゲリアは、ローマ神話における水の乳兵である。王政ローマの第二代の王沼ポンピリウスの妻であり、助言者だったことでよく知られている。その名は、女性助言者、または女性像弾薬のエポニムとしても使われている。エゲリアの神域とされた子たちに自らミルクを捧げると、知恵と予言を授けてくれるとされていた。 その場所の近くには三世域にカラカラ浴場が建てられている。エゲリアという名は黒いポプラノという言葉から派生したという説がある。ローマ人はエゲリアとディアーナを結びつけ、妊婦が三気づいた時にその名を呼んで助けを求めると出産を見守って助けてくれるとされた。これはギリシア神話における英霊テューヤーとアルテミスの関係に似ている。その後ローマ人は エゲリアをカメーネの一人とした。カメーネとは、キリシア神話のムーサに対応した神々である。ローマは、文化的にはキリシアに支配されたため、ハリカルナッソスのディオニュシオスは、エゲリアをムーサの一人としている。エゲリアは、ローマ神話以前から存在していた可能性がある。ラティウムのアリッチャに太古からの神聖な森があり、そこが、エゲリア信仰の起源とされている。この森は、 ディアナ・ネメレンシスの森と同一だとされていた。アリッチャでは、エゲリアに対応する、オガミ・マニウス・エゲリウも信仰されていた。エゲリアは、王政ローマの第二大王で、サビニ人のヌマ・ポンピリウスのニュンペ兵としての、配偶者だったという伝説があるため、ローマと結びつけられるようになった。ユーエナリスの記した伝説によると、ヌマ・ポンピリウスは、エゲリアの神聖な子立ちで彼女と会い、そこで、 彼女が沼に懸命で正しい王になる方法を教えた。そして沼はエゲリアからローマの宗教的構成の原則を教えられたとしているが、ユーエナリスの時代にはそのような伝統が厳しい批判にさらされていた。沼が亡くなるとエゲリアは泉に変化したとされている。ニンフィオ・ディ・エゲリア、アッピア・アンティーカ公園、ローマ沼がエゲリアと会っていたという神聖な子たちは、 セルウィウス城壁の滑平な門のすぐそばにあった。紀元2世紀に、ヘロデスアーティクスがそのそばにあったビラを相続し、自然の地形を生かした辞書として作り直した。この時自然の洞窟を改造して、アプスを終端とするアーチにし、その壁岸にエゲリアの像を設置した。その表面を緑色と白の大理石で装飾し、床には緑色のハンガンを敷き詰め、 モザイクによるフリーズを施した。これを、ニンフィオ・ディ・エゲリアと呼ぶ。また、アルモネ川に注いでいた数ある泉の一つから水を引いて、ラカス・ソルターリスと呼ばれる大きなプールを作った。ユーエナリスは、建築によって人工的に装飾された様を次のように嘆いている。ニムフ・オブ・ザ・スプリング、モア・オナー・ディ、ハドスト・ザ・ウビーン、イフ、フリー・フロム・アート、 アンエッジオブリビンググリーン、ザイバウェリングファウントハードセルカムスクライブドアローン、アンドマーブルネイヤール、プリフンドザネイティブストーン。このニンフィオは19世紀のローマでは人気のピクニックの場所だったし、現在もアッピア街道とラティーナ街道に挟まれたアッピアアアンティーカ公園に存在している。ありがとうございます。